はい、今日はねまとめて3セットご紹介させていただきます。キャプテン、そう、はい、マイルなんとかっていうやつですね。はい、今年はこの3つっていう感じですね。まあ来年は何なんだろう、ドクターストレンジとかブラックパンサーとかなのかな。しかもこれ1個大体どうかな、店によって違うんですけど、まあ1300円から1500円ぐらいですよね。コスパが非常にいい。はい、まずはねこちらのスパイダーマン、いやスパイダーマンではないですね、マイルなんとかってやつですね。はい、説明書と部品の袋っていう感じですね。はい、組み立てていきます。はい、完成しました。かっこいいですよね。はい、トランスブルーの雲のパーツ、これ多分初めて見ましたね。新パーツでしょうか。これの雲、白色だったらね今までたくさんあったんですけど、このブルーのパーツは非常に珍しい。そして、まあ、可動領域に関しても、まあ、小さいロゴなので腰も動くし、はい、股関節もねかなり自由に動く、膝も動く、足首もボールジョイントっていう感じで、可動領域に関してはまあ何も問題ないっていう感じですね。はい、肩もしっかり動きつつ、はい、肘もねしっかり動く。それだけじゃないですからね。はい、手首もしっかりボールジョイントでね動くっていうのと、指がね4本ありますね。はい、指もねジョイントパーツ使ってるので、まあ、結構自由に動くっていう感じですね。クモのシールド、かっこいいですよね。エージェントオブシールド、あとマンダロリアンとかでもねこういうなんかレーザーのシールドってありましたよね。まあ SF の世界だともうデフォルトなのかもしれませんよね、このレーザー風のシールド。かっこいい。マンダロリアンにもね早く実装してほしい、ボカターンとか。でクモのなんていうのかな、ジェットパーツっていうのかな、かっこいいですよね。こう空を飛びそうな感じのね。で後ろにほら蜘蛛の手錠、しっかりね蜘蛛の手錠もあるっていう感じですね。めちゃくちゃかっこいいですね。今回ね全部かっこいいので、どれが一番かっこいいっていうのはねちょっと決めれないんですけど、まあこれはこれですごいいいですよね。手にねこうピュッてね、スパイダーマンのあの雰囲気もしっかりとこう再現できてますよね。で胸元ねこれフルプリントっていう感じですね。はい、そして次ミニフィグ参ります。まあ、先ほども申し上げた通りフルプリントのパーツ、かっこいいですよね。今回シールとかはなくてっていう感じで、手にねこういうものを持ってるんですよね。まあこれ何をするものかっていうと、はい、この蜘蛛の糸ありましたよね。例えばこういうものをねこういうビーム軍事で遊んだり、あとシールドありますよね。シールドもねこれつけれるんですよね。はい、こんな感じでね。でこちらね2つあったので、まあ、両手に持たすっていうことが、まあ、できますね。ただ僕ね作ってる途中で飛んでいって1個なくしちゃったんですよね。まあちょっと残念。ほらだから両手で持たすとこういう感じで遊べるっていう感じですよね。かっこいい蜘蛛のビームに蜘蛛のシールド。はい、そしてこちらフードもついてるんですけど、このフードに関してはなくても全然おかしくはないですね。まあパーカー着てる風っていう感じなので、まあ、フードはあってもなくてもいいんですけど、このフードがまたよくできてるんですよね。
今までリコでこんなフードパーツってありましたかね。まあ確か忍者号のロイドでね、まあフードパーツあったような記憶あるんですけど、まあ、僕は実際持ってないので、このレゴのフード、パーカー風のフード、これはすごいいいですよね。じゃあ次に参りましょう。マイティーソーですね、2つ目。まあ袋の中身の仕様っていうのは多分同じだと思うので、もう説明を省略させていただきますね。あ、マイティーソーに関してはシールがありましたね。はい、組み立てていきます。はい、完成しました。大まかな仕様っていうのはね、あの先ほどのロボと同じなので、そこはちょっと省略させてくださいね。はい、あのちょっとポージングを決めました。映画風ですよね。ハンマーを上に振りかざして雷をためる仕草というか、このハンマーをね、ちょっとね、あのキャプテンに持たしてみたいですよね。あのエンドゲームの時のような胸騒ぎがね、まあすると思いますね。はい、大まかな仕様っていうのはね、もう先ほどのロボと同じなので省略させていただきますね。でシールがね、あの結構高級なタイプの、なんていうのかな、バッグが透明なタイプのシールを使っているので、まあ結構ねシールに関しては高級感かなりあるっていう感じですよね。で腕などもね、あの結構ガッチガチに作られているので、まあそんなポロポロは取れないような感じではありますよね。でやっぱりマントがねすごいいいですね。あのこう肩を上げても、ほらマントが下に落ちるみたいな感じなんでね、ほら全然違和感ないんですよね。まあ、このマントね、ほんとよく考えられましたね。まあ、ロボなんで実際マントではないんでしょうけど、もうマント風ですよね。ほら、もうこのマント風なパーツがね、稼働するのはまあ非常に素晴らしいっていう感じで、はい、次このハンマーですよね。まあ、どうなってるのかっていうと、ちょっとね、これ取り外しがね、ちょっとね、あのうーんっていう感じなんですよね。ほら。これね、あの、なんていうのか、普通のこう丸いパーツだから、あの十字のパーツとかだったらね簡単に脱着できるんですけど、なんでこれ丸いパーツにしたのかな、ちょっとこれ気になりますよね。ちょっと脱着がね、ハンマーちょっと正直しにくい、まあけどコスパいいんでね、まあまあまあいいでしょっていうところで、はい、あのこれもねシールをねふんだんに使ってるので、まあかっこいいですよね。ほら結構いい感じで、表だけフラットパーツで、後ろはねほら、フラットパーツじゃないんですよね。ただ横から見たら、ほら、この凹凸感っていうのかな。まあ、ここら辺は結構自然にはまあなってますよね。トランスブルーに、あの、バックがクリアタイプのシール貼ってるって感じですね。はい。このハンマーもね、ほんとよくできてますよね。そして、はい、胸がね、まあ、フルプリントっていう感じですね。まあ、そう、雷っていう感じで、あとミニフグがね、あの、ラグナロク仕様っていう感じですね。ほら、どうですか？このヘルメット。どう見てもこれ、ラグナロク風じゃないですかね。でね、胸元もね、まあ、結構ねいい感じの、まあ、キラキラ輝く感じのプリント施されてますよね。で首見るとね、なんかマントの跡があるので、まあ、多分マントあった方が自然なのかな、どうなんだろう。いやーこれはね嬉しいですね。何年前かな、3年前ぐらいなのかな、ラグナロクって、まあ、このミニグねほんといいですよね。これがねこの何本ぐらい1300円とか400円でね入手できるっていうのは本当に素晴らしいですね。ほらこれハンマーも持ってるんですよ。持ってない方からしたらこのハンマーもやっぱ嬉しいですよね。はい、マイティーソーロボでした。はい、ではね続いてキャプテンを作っていきます。キャプテンにこのハンマーを持たせるのがね楽しみですね。はい、キャプテン組み立てていきます。まあ、どう見てもフルプリント風ですよね。楽しみですね。まあ袋の中身はね多分同じだと思うので省略させていただきます。まあシールはなくて、まあこのような感じですね。はい、組み立てます。
はい、キャプテンアメリカ。まあかっこいいですよね。背中もしっかりプリント入ってるし、ほら縦もね、エンドゲームぐらいからちょっとデザイン変わりましたね。縦の縁にちょっと黒いラインが入ってるというか、で顔が、はい、こういう感じで後ろ笑ってるっていう顔ですね。まあ、スティーブン・ロジャースあんまり笑ってないんでね、ちょっと笑ってる顔ちょっとね違和感ある。かっこいいですよね。そしてソーも一緒に発売されたので、このソーのハンマーをね、こういう感じでね持たせてあげることによって、もう完全に映画仕様になりますよね。これはかっこよすぎるな。はい、次メカスーツですね。まあ、こういう感じになっていて、まあ、乗せるだけっていう感じですね。で縦を持ちながらだとちょっと締まらないっていう感じなので、はい、縦を取ってあげてクイッてやる。で真ん中これフルプリントっていう感じですね。どうでしょう、かっこいいですよね。稼働領域に関しては他のロボとまあ近い、もうほとんど同じっていう感じですね。で縦ほら、もうこれね傷一つつけたくないですよね。まあ保管をねしっかりしたいかなと思いますね。廃盤になったらこの縦だけでもう本当に1000円とか2000円でね転売されかねないくらい、まあ、希少価値は高い。まあ、廃盤になる前にこれはね一つはね必ず購入したいっていう商品で、まあ普通に背中にくっつきますよね。で腕、左腕ね、こういう感じで、すいません、ちょっとね今カメラ、すいません言い訳なんですけど、カメラ越しだとちょっとつけにくい。はい、ごめんなさい。普通にね誰でも簡単にこう脱着はできるんでね、ちょっと足が取れて腰が取れてしまった。かっこいい。そしてやっぱりねキャプテンといえばねハンマーですよね。ほらでこのハンマー取ってつけれるのかなっていうのがね、これ結構ポイントですよね。これわかります？残念ながらつけれない。つけれないっすねこれ。つけれない、残念。悔しい。まあちょっとね自分で組み替えないといけないって感じですね。はい、組み上がりました。これで持たせられますね。はい、どうでしょう。もう層のパーツをね移植しただけって感じですね。まあ、若干ちょっと組み替えました。じゃじゃーん、あ、いけた。かっちりとは持てないんですけど、一応持てる雰囲気は味わえる。あ、どうこれ。あ、全然いける。安定感ちょっと悪いんですけど、まあまあいいでしょう。でここちょっとブツブツがちょっと見栄え悪い。どうしよう。あ、これつけとく。これね、どうこれ、かっこよくない。ほらサノス、お前ボッコボコにしてやるぞ。ポージングしてみました。かっこよすぎませんこれ。今回のこのマーベルロボ、まあ、前回も紙商品だったんですけど、今回も安定の紙クオリティですね。これでね一つね1300円前後っていうことなのでね、いやーこれかっこいいですね。はい、ちなみにマイティーソーとキャプテンアメリカの手のひらこういう感じですね。組み替えると、まあ、こういう感じになります。右手の部分をね取ったっていう感じなので、ちょっと安定感ないので色がおかしいんですけど、はい、キャプテンのねパーツつけてます。そしてこの左手でこのハンマーね変わらず持つことはできるので、まあ組み替えることによって両方のロボにハンマーをねこう持たすことができるってことですね。